こんにちは。お仕事をちょっと見せていただいていいですか。はい、どうぞ。モニターいっぱいありますが、どういうふうに使い分けていらっしゃるんですか。はい、縦のものが見やすいものと横の方が見やすいものでまず使い分けてます。ブログですとか SNS 系は全部縦の方が見やすいですよね。あと電子書籍系は横長の方が見やすいです。あと全部これ間違いで触るんで、初めから全部タッチにしちゃってます。最近スマホやタブレットが全部タッチなので、これをタッチしてこれをタッチしないとわけわからなくなるので、なんで最初から全部タッチにしてます。マイクもありますけど、これはですね、Windows につながってるマイクで、普通に Google ドキュメントを全部これで音声入力してますね。ただいま、バウンシーウェブメディアの撮影中です。かなり精度がいいので、そんなに直す必要がないので、だいたいマイクで入力をします。 Google がいいのか、iOS がいいのかみたいな、なんとなくで選んでるわけじゃないんだけど。そうですね、だいたいほとんどの音声入力ソフトと比較してます。昔からのローカルであるものから、はい、Windows 10の普通の標準の音声入力からドラゴンスピーチとか。猫の声とかは入ったりしないんですか。猫の声は人間の声じゃないんで、あんまり気にしないみたいです。調理器具が炊飯器が2つとホットクックが3つと象印の煮込み名人が1台で、6個ですね。それで何の料理でも作れるようにしてます。調理都市の場合は何時何分にできるということを下に書きます。焼いたり揚げたりみたいなのはあんまりされないんです。健康に良くないので、焼いたり揚げたりすることは。 AGE と言いまして、その老化物質が生きるんですよ。なので、わざわざ老化物質を食べることはないだろうと。なるほど。私不効率に耐えられない。だから自分が限られている時間の中で自分が不愉快にならないようにしてるんです、全部。じゃあ、猫ちゃんはどういうメリットがあるのかなと思っていて、合理的に考えると、ペットを飼うのってどうかなっていうのをちょっと思いまして。セロトニンのところを入れて安らぐと。で、開けただけでこう和みますよね。